はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、昨日ジャイアンツの試合を見た、ちょっと感想というか、そういったところと、これからどういった戦い方がね、大事になってる、なってくるのかっていうところの僕の意見をちょっと皆さんにお話ししたいなと思います。昨日のね、試合ね、ジャイアンツヤクルトに、5対2で勝ったんですけど、いいところもあったし、悪いところというか、引き締めないと、気を引き締めないといけないなというふうな思うところがあったんで、それについてちょっとね、お話していきたいと思います。はい、まず、良かったところとしては、非常に、下位というかね、先頭出て、で、特に、山崎伊織投手がしっかりバントを決めて、で、丸さんがタイムリー打つみたいな、今まで、ジャイアンツって、初めの方はバントとか、右打ちっていうのをめちゃくちゃこうやってきてて、で、なかなか点が取れなかったと。で、そこから、こう、ある時点からね、ヒッティングに切り替えて、強行というかね、そういった、打者の、技量というか、そういったところを信頼して、ヒッティングのサインを多く出して、点が取れるようになってきた。ヘルナンデスが入ってきてくれたりとか、いろいろありましたけども、そういったところありましたと。で、後半でまた、バカバカ点取れるかって言ったら、僕はなかなか厳しいかなと思うし、しっかり昨日みたいにね、打つべく人が打つというかね、岡本選手であったりとか、そういったところがしっかり、打ってくれて、それ以外の人はですね、しっかりこう、ある程度やっぱりこう、フォアザチームじゃないですけども、ある程度やっぱり、進塁打であったりとか、バントであったりとかっていうのも使いながら、ワンチャンスというか少ないチャンスをものにしていくっていう形の方が僕は非常にいいんじゃないかなっていう思ったんですね。で、昨日は非常にこう、得点する流れというか、そういったところがうまく確立してたなという思うんで、そういったところは後半の厳しい戦いにはなると思うんですが、そういったところにおいても、そういう得点の仕方っていうのは効果的だと思いますし、続けていくべきなんじゃないかなって思うんですね。で、バッターにもよりますと。はい。で、最近、下位打線に、岡崎選手が入ってくれて、で、いい働きをね、セーフティーで昨日ヒットもありましたし、ああいう小技もしながらね、守備でもいいプレーもありました。ああいう選手がやっぱり、いるっていうね、ところは僕は非常に大きいなと思うし、泉口選手が、全然悪くはないんですけども、やっぱりこう、その選手のポテンシャルであったりとかっていうところを考えると、門脇選手がやっぱりしっかり、ちょっと、紆余曲折というか、いろいろありましたけども、しっかり今ハマってるんで、非常に下位打線に、門脇選手がいるっていうのは、僕の中では非常に大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、反対に悪かったところなんですが、これも、小技というところになるんですけども、昨日のね、やっぱり8回、9回のところですよね。安倍監督のコメント見ても、言ってらっしゃったんですけど、やっぱり5対2ですか、昨日。5対2というところで、勝ちはしましたけども、やっぱりこう、スリーランで同点っていう場面ではあるので、そういったところで、神宮っていうところでね、狭い球場でもありますし、ヤクルト打線ね、非常に強力っていうところがあるんで、そういったところでね、やっぱり中盤に、取れるときに、やっぱり1点、2点でもいいから取っておくっていうのは非常に大事ですし、そうなるとね、例えばこう、違うね、勝ちパターンじゃないピッチャーを出せたりとか、いうこともできますから、そこの1点取れるか取れないか、1点2点取れるか取れないかっていうところは非常に大きいと思いますから、そこで、バントを失敗したりとかね、するっていうのは、失敗したくて失敗してるわけじゃないんですけど、そこを、もう死に物狂いで決めていくというかね、僕らよく言うんですけど、もう顔面でもバントするみたいな、もう顔面バントで、もう顔で行くぐらいもう、必死にやるというか、もう顔つけていくというかね、こう目とバットを近づけるという意味もあるんですけど、もう顔でいくぐらいで、やるっていう意識でやってもらわないと、これは困るなというね。難しいんですけどね、バントでもすごく難しいんですけども、相手も、やらせたくないと思って配球してるし投げてるんでね、難しいんですけども、もうそれを上回るだけのね、気迫っていうのは大事だと思うし、特に、終盤で昨日だったら、岸田選手と、代打でバントの松田選手ですよね。特に松田選手なんかやっぱりこう、代打でバント行ってるわけですからね。代打で、この間もありましたよね。その先日もありましたけども、
そういったところで、まあ、そういう選手なんでね、やっぱりこうやってもらわないと、まあ 100% は難しいですけども、決めてもらわないとというふうなところはあるので、もうそこのね、あと1点2点取りに行く姿勢っていうところは、貪欲にね、行ってもらいたいなというふうに思います。で、ちょっと少し心配なのが、僕、浅野選手なんですね。で、今ヘルナンデスが抜けて、めちゃくちゃ大きい活躍、もう19歳とは思えないぐらいのね、活躍をしてくれてるわけですけども、昨日ね、ちょっとデッドボールあったじゃないですか。手首にガーンって左、おそらく左手首に当たったと思うんですけど、その左手首でね、まあ大体僕デッドボールってたくさん映像も見てきましたし、実際ね、まあ自分がキャッチャーをやってて、デッドボールに当たったバッターのね、ことも見てきてますけども、ちょっと昨日の浅野選手の当たり方で、痛がり方がね、結構痛がってたんですね。で、ましてや手首って、まあそんな、大きな筋肉というか、大きな骨でもないので、結構折れやすかったりするんですよ。で、わかんないですよ。まあ、昨日の打席見てると、なんかその、しっかり振ってることは振ってたんですけども、少しやっぱり、デッドボールで、恐怖心が出たのか、もしかしたらすごく痛くて、ちょっといつものスイングができてなかったのか、もしかしたら日々とか骨折してるのか、それはちょっとわからないですけど、ちょっと、デッドボールがきっかけで、こっから、なんか打撃を崩しそうな感じがあるので、よくバッターってあるんですけど、デッドボール当てられたりとか、こう、危ないボールを投げられてから、インコースでもされてから、やっぱりこう、調子が狂ったりとかっていうのはめちゃくちゃ多いことなんですけど、そのね、浅野選手もやっぱりこう、まあ、まだ若くてそんなに、デッドボール当たった機会とかっていうのはあまりないですから、そこでね、デッドボールの当たり方もそうだし、その痛がり方もそうだし、ちょっと怪我してないかなとか、ちょっと当たって、そのバッティングを崩してないかなっていうのがすごく心配でね、でね、昨日のね、その後の6回かなんかにも交代しましたんで、まあ、打撃の内容があまり良くなかったっていうのもありますけども、少しちょっとね、心配というか、まあ、強い選手ではあると思うんですけど、そこはまだね、経験があまりないところもあるので、そこがちょっとね、その、もう一人ぐらい、ちょっとこう、怪我を出てしまうと、ちょっと、もう厳しいかなっていうところあるので、まあ今せっかくね、浅野選手がやってくれてるのに、いい感じでやってくれるのに、そこの手首で骨折して怪我ってなってくると、まあヘルナンデスもせっかくいい感じで来てて、怪我。浅野選手もしっかりカバーしてくれたのに、また怪我みたいな感じになってくると、やっぱチームの勢いっていうのもだいぶしんどくなってくるので、そういったところでね、まあ、浅野選手以外もそうですけども、もう一人、もうね、怪我人を出さないというかね、ジャイアンツ、まあ、非常にね、前半戦からうまく、チームマネジメントというか、選手のマネジメントをしながらね、休ませながら、うまく、投手起用の際もですね、やってきてたんで、怪我人はね、本当に少なくできてたと思うんですけども、この最後の終盤で、みんなが一致団結して、力を合わせて、ほんま優勝目指していこうぜっていう時に、もう一人抜けられると主力の選手がちょっときついなっていう、ほんまにそれはきついなっていうところがあるんで、ちょっと浅野選手のね、まあ浅野選手も多分、ボルタレンとか、痛み止め打ったりとか、もしかしたら骨折してたりしてても、多分、そういった感じでね、やったりすると思うし、だから、まあどうなるかわからないですけども、もうあと一人というかね、もう怪我人は出してはいけないというかね、そこはもうみんなわかってるんですけども、これからもね、頑張ってもらいたいなというふうに思っています。はい、そんな感じでね、今日は昨日の試合を見て思ったことを話させていただきました。皆さんもいろいろ意見あると思うんでね、ぜひ共有していただければなというふうに思っております。はい、てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。